東京漫才の殿堂、浅草東洋館。そこに真打ち昇進を間近に控えた一組の漫才師がいた。ナイツ、ロケット団、ホンキートンクに並ぶ漫才協会若手四天王の一組、期待の星だ。漫才師宮田耀昌、マイク一本に魂を捧げた男たちのドラマに迫る。芸術祭新人賞宮田耀昌独演会芝浜。去年優れた芸能活動に贈られる文化庁芸術祭賞で新人賞を受賞。その実力は折り紙付き。お疲れ様でした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 。舞台を終えた彼らが向かったのはカラオケ店。もちろん歌うためではない。無理だもん。無理だよ。じゃあさ、いや、なんでね、まんじゅう怖い、まんじゅうね、ここが彼らの漫才が生まれる稽古場なのだ。だからそういうことじゃねえんだもん。結成当初から書き溜めたネタ帳は23冊を超えた。2人とももともとは役者目指して東京出てきてるんですよ。あの劇団を作ったんですね、小劇団を。がむしゃらに走り続けた劇団員時代。しかし現実は厳しかった。劇団が本当やるたび客も入んなくて、どん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 やるたび借金がかさんでって、うん、はい、膨らんだ借金は300万円。それを返すためにホストクラブで働いたこともあった。その時にそうです、その知り合いのお笑いライブ見に行って初めて。浅草の木馬亭とかのなんか若手コーナーみたいなのとか出させてもらえるようになって、ちょっとバイトあるんだけど行ってくんないって言われて、行ったイベント先にはうちの師匠がいたんです。はい。でそんでなんかお前ら師匠とかいないんだったら面倒見てやろうかって話になって、ほんでどんな人かもよく分かんなかったんですけど、なんかあ、お願いしますって軽く返事して、はい、師匠宮田昌司は二人の印象をこう語る。この社会はね、いい加減なの多いのよ。ああ、ところがあいつは、ま、黙々とね、真面目に与えられたことをやったからね、うん、これはいいなと思ってね。2001年に宮田昌司に弟子入り、漫才コンビ宮田耀昌として活動を始める。若手が本当2組か3組しかいない感じだった。東洋館出てる若手が、だから毎日本当ね15分ぐらい講座をやらせてもらって、それはすごい鍛えられて、うんうん、本当ありがたかったですね。本当四天王を作ったじゃない、若手の四天王をね、うん、最初のうちはそれほどまあ目立たなかった。ところがこう年々こう上手くなっていって、うん、本当にね今うまいなと思う、ね、漫才としては一番うまいじゃない。真打ちになったことがどれだけ師匠にとっては嬉しいか。そりゃそうです。これは皆さんのおかげですよ。紆余曲折を乗り越えて飛び込んだ漫才の道。コツコツと実力を積み上げていきます。彼らの漫才にかける思いとは。本当に何が正解かよく分かんないですけど、感覚でね、あ、なんとなくこれがいいんじゃないかって自然にやっぱ爆発踏んで出来上がってきたみたいなのもありますね。受けるか受けないかっていうはっきりした答えが出るんで、やってて面白いですね。そして今日晴れて真打ちとなった宮田耀昌、彼らの熱演をどうぞ。